一人だけ目真っ黒の時ある。初めて見た。ホンタメ。さあ今回もホンタメ始めていきましょう。あかりんです。たくみです。あかりんの最近読んだ本10冊。読みすぎ、はい、読みすぎなのかな、うん、だってでもさあかりさすごいリアルタイムの話をすると、うん、本番1週間前聞いてて舞台のめっちゃ忙しいんですよ。そうですね。なのに10冊持ってきちゃった。すごいね。途切れないねこの企画。ちょっと今月はお休み。確かにそういうのあっていいのよ、ね、でも前あったから。なんか前5冊になっちゃったみたいな あれを私はすごく反省している。反省はいらない。本当に申し訳ない、うん、本当に。いやそれは5冊と10冊ではまあ露骨に再生数変わるけど。変わった。あかりの肩結構ね今日限界だった。なんか大きくて太いな今日。そう今日ちょっとね、うん、分厚めなの、はい、まあでもいつも通りね楽しく、はい、ライトにご紹介していきたいと思います。はい、ホンタメ。はいどうぞ。あーちょっとなんか変わってるね。そう本当にね、今日はね結構なんか色もねポップで可愛い。あこっちから見ると結構白いね。白いそうだね。じゃあ、うん、気になるからこのピンクのやつにしようかな。ピンクのやついいですね。はいどん。あかりの大好きな高橋誠さんっていう少女画のイラストレーターさんの絵本、うん、絵本なんですよ。お姫様、はい、あと高橋誠のお姫様物語、はい、です。前あの服とか着てたんですか。そうあかりん、ここの高橋誠さんのイラストが大好き。そのお洋服とかをグッズ持ってたわ。そうめっちゃグッズも持ってる。ああで画集とかもいろいろ持ってるんですけど、これは絵本なんですよ。ああ、はい、でその絵本で言っても本当にみんなが知ってるようなシンデレラとか人魚姫とか、まあ、かぐや姫とかをまとめて一冊にしましたよっていう愛蔵版なんですね、はい、普通にシンプルに絵本なの。この絵でじゃあ描かれてる。そうえすごいね。誠ちゃんの絵なの。めっちゃ可愛いよ。もうあの誠ちゃんの絵といえばね、この髪の毛もくるくるでお目目キラキラみたいな、うんうん、でその少女画の世界というかもうこういう女の子の絵の世界で目の中にお星様を入れるっていう画法を確立したのが高橋誠さんなんです。え、そうだろ。そうすごい、ね、でなんかつい最近、まあ、今年に入ってからもやってたんですよその高橋誠展が、うんうん、でそれを見に行った時にめっちゃいいイラストがあって、はい、その原画が、はい、欲しかったんだけどさすがに高い。さすがに高いよ。まだ手が届かない。あかりんでもそうだからその絵が人魚姫のお話で最後さ人魚がさ泡になっちゃうじゃないですか、はい、そのシーンを描いた絵だったんですよ。おでこの絵本読んだらそのシーンが入ってたの。じゃあこれでこれでね、お家で見て満足しようかなって思って買いました。はあ、いやこれね、絵ずっと見てないわ。確かにこれは綺麗ですよ。たくみさん、その人魚姫の絵ちょっと見て感想ください。あーこれ、うん、超いい。すごいよこれ。綺麗でしょ。弾けてる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 ドンパチドンパチ弾ける人になっちゃう。もう見開きの絵じゃんこれは。もはやそう見開きで、まあ一応そのちゃんと絵本だから、もうあの子供でも読みやすい基本ひらがなでお話が書いてあるんですけど、うん、画集としても見れるじゃん、ね、そうこのままね、本当にそうだからいつか憧れだね。欲しいなって思ってるんですけど、うん、まあファンとして一旦こういうね画集とか絵本とかを買って、うん、それをいっぱい読んで満足してるんです。なるほど。そうでこれ表紙はその人魚姫ですね。キラキラキラしてるよ。目に星何個も入ってる。こういう女の子になりたいんだけどさ、あかりさ自分の目がすごい光入らないタイプの目なんですよ。そういうタイプあるんですか。いやなんかあかり舞台とかでこう、はい、共演者の人で自撮りとかするじゃないですか、一人だけ目真っ黒の時ある。なるほどね。地獄どうなんだろうね。みんな目キラキラしてるのに加工を使ったらどう。加工を使ってたから自分にだけこう 目に光を追加するしかないんですよ。そんなことやってるの。そんでたまにやる。すごいそれ。入れないとさすがに一人だけ目真っ黒だなってなっちゃう、ね、確かになんか悪いこと考えてる目だよ。そう一人だけね目死んでるってなっちゃうから気をつけて。そう今度から集合写真はちょっと注目してみるわ。そう見てみて。たまにあるから目真っ黒なの、はい、まあ、目キラキラな高橋誠さんのイラストの絵本でした、はいはい、癖がすごいね。可愛 いでしょ。1冊目からね。そうなのよ。うわどういうこと。これ聞くわじゃん。聞いちゃう。どういうこと。今初めて見えたわ。お間に挟まってる。唯一1個だけあるね。文庫ですね。どうしたのこれ。はい、シェイクスピアリア王です。いやなんで。いやなんかもうシンプルに一周回ったねえ。なんか一周回ったのかも。なんか、うん、
リア王の舞台がちょっと前あって見に行ったんですよ。あ、なるほど、ね、そうで見に行く時に、なんか自分がリア王のお話を、そのシェイクスピアのお話で漠然とは知ってるけど、うん、ちゃんと知らなかったんじゃないかなって思って、原作の方でってことかな、まあ、そうですね、舞台化はいっぱい見てたかもしれないけど、ね、そうだったら一回読むかって思って、うん、買って読んでみました、うんうん、でまあこれシェイクスピア四大悲劇のうちの一つって言われてる作品なんですけど、うん、まあ、このリア王っていうこのね、まあ、表題になってこの王様がもう結構年老いてるんですよ、うん、でもうそれ自分が退位するから3人の娘に領土を分配しますよって言ってて、うん、まあそしたらさ、娘はさ、私あのお父さんのこと大好きでみたいな、うん、やだそう、まあ、どっちかというとこびるに近いんです、そういうこと言うんですよ、うん、そのお姉ちゃん2人はめっちゃなんか私はこうこうこうでみたいなこと言ってリアを喜ばせるんですけど、一番下のコーディリアっていう、まあ娘がめっちゃ素直なこと言っちゃって、それでパパ激怒するんですよ、うん、そう不器用、そうでもお前は完投するぞって言って、うん、お前ら出てけって言って、それでその上の2人に全部の権力と財産を譲っちゃう、あら、でもそこからもう悲しいお話が始まっちゃうっていうやつなんですね。で、まあ、シェイクスピアのお話って漠然とだけ聞いてると結構難しそうなものが多いんですけど、うんうん、例えばこういう本とかっていう形で読んでみると現代にも通ずるところがいっぱいあると思うんですよ、うんうん、まあ、だからこそ未だにこうやって上演もされるし、ね、舞台すごいよね、そう、もういろんなところで上演されて、うん、いろんなところでこうやって本としても読まれてる、うん、からあ、やっぱ面白いんだなっていう風にシンプルに思っちゃって、あ、再確認した、そうホンタム MC としてちょっと進化しようとしてるね、そう、もうこれはで、しかもこれはでも福田つねあり版っていう、あ、なんていうの、この翻訳の人が、なるほど、今いろいろ出てるシェイクスピアの翻訳の中では結構硬い文章の方なんですよ、うん、でもあかりこれでハムレット、あ、じゃあマクベスか、マクベスを読んでるから、うん、じゃあ同じ福田つねあり版にしようって言って、なるほど、読んじゃった、だしこれ本当にちゃんと戯曲なので、うん、こうやってあのセリフで全部書いてあるだけなんですよ、すごいわ、リアのセリフとコーディリアみたいな感じで書いてあって、だからちょっと言葉も硬いけど意外とね読んでると楽しいんですよね、なんていうの、トガキも含めて、うん、何幕みたいな感じで、すごい、ついに戯曲まで紹介するんだったら、そう、確かに、広げてってんの、まあ、あんまりね紹介することないですよね、ねまあでもほら戯曲さ本で読むっていうのも俳優やっててもあんまりないから、うん、紹介する機会あんまないんですけど、文学って喋るとねやっぱ戯曲って入ってますね、まあそうですね、押さえておくべき感じはするよね、そう、だからまあ詩とかね楽しいっていうのと同じ風に戯曲を読んでみるっていうのも楽しいかと思いますので、うん、気になった方はぜひシェイクスピア、はい、今このタイミングでさシェイクスピアをさおすすめする人もなかなかいないと思うんですけど、ね、シェイクスピアって多分見たいと思ったタイミングでどっかでやってるんで、なるほど、それいいね、そう、楽しんでもらえると嬉しいです、はい、2冊目でした、はい、はい、3冊目じゃあこれ、あー、それいいですね、俵万智千歌集後書きはまだです、かっこいいタイトルだね、これめっちゃいいですよね、タイトル、そう、まあ、これあの俵万智さんの今まで出した、歌集をベストセレクションみたいな感じでピックアップしてて、はい、でそれを書評家の、助真さんが解説を書いてるっていう千歌集なんですよ、うん、俵万智さんといえばやっぱサラダ記念日みたいなイメージあるじゃないですか、はい、で、あかりの中でもそうだったんですけど、うん、これ読んでみるとやっぱその俵さんが、まあ、若い頃書いた短歌から、うん、例えばお子さんをちょうど産んで育ててる時ぐらいの時期に書いてた歌集から引っ張ってきてる短歌とか、うん、でもっと今の時代に読んでるやつとかまでいろんな時代の俵万智さんの短歌が楽しめるんですよ、うん、それがめっちゃ面白くて、うん、まあ、今ね D もさめっちゃいいタイトルって言ってたけど、うん、この後書きまだっていうの自体も自分で一個書いた短歌の中で後書きに関して書いてる短歌みたいなのがあるんですよ、人生のことを作品になぞらえてる短歌があって、うん、その中でその後書きをまだ書かないでおくっていう、うん、まあ一節みたいなあって、そうだから今回もそのまだ後書きはまだっていうタイトルにされてる、かっこいいや、日本でも多分一番有名な短歌だと思うんですよ、そのサラダ記念日時代が、ね、でもそんな俵さんってこんな作品も書いてたのかとかこんな歌も書いてたのかみたいなのがすごいいろんな発見があるし、まあ、サラダ記念日って結構どっちかというとこうピュアな感情に近いじゃないですか、ね、あの短歌ってポップでね、そうだけじゃなくてもっと結構なんかドロッとした感じの恋愛の歌とかも書いてるんですよ、それがあかりは結構驚きで、うん、めっちゃ面白かった、だからなんか今回私結構気づいたのが短歌の中にも恋愛かける地獄はあるんですよ、
どこにでも見つけてくるね。いや本当に短歌の中にね。それは例えば、まあ、許されざる恋とかを書いてる短歌とかも、それはもちろんある、やっぱそういうところがこう露骨に出てるやつもあるし、うん、こう読んでるとあこれってちょっとまさかみたいなのがあってすごい面白いんですよ。今まで出た歌集ごとに一応まとまって載ってるし、そのスケザネさんの解説もあるからめっちゃ分かりやすいと思います、うん、いいね解説好きでね。そう短歌を読みたいなって思う人に結構いいかもしれない、ということでぜひおすすめの選歌集でした。はい、本ため。バリエーション豊かね。そう、今日はね、小説がちょっと少なめなんですよ。これ、うん、はい、次。これはい、富さんも大好きな桜明成さんの家族解散まで 1000km です。ようやく小説が出てきました。はい、これはあの、表紙の人たち全員嘘つきってことであって。あれね、なんていうのかな、結構ね、みんな信じられはしない読んでて。やっぱり朝倉先生の本っていうだけで。なんか絶対嘘ついてるでしょって思いながら、目が良くない人の目なんだこれみんな。わかる、ちょっと不穏だよね。不穏だって見てこれ、ここわかるか、なんか謎の人形いるんですよ。人形なのこれ。あ、人形なのこれ、怖っ。なんかわ、でも帯もなんかちょっと不穏だね。そうなんです、我が家は嘘で、すぐ嘘つくからやっぱ嘘だね。嘘だよ、嘘つくんだよ。まあその本当に家族のお話なんですよ。でもタイトル家族解散まで 1000km って言ってるけど、家族がもう家もめちゃくちゃ古いし、結婚とかもあるからもう実家も全部取り壊してもう家族解散しましょうって言ってるある家がまあ主役なんですね。でもう家族バラバラになるからってみんな引っ越しの準備してる時になんか倉庫で謎の箱が見つかっちゃうんですよ。でその中なんかパッて見たらなんかこう神社とかに置いてある御神体にめっちゃ似てると、何これみたいな、怖いってなるじゃないですか、ね、うん、でパッてテレビ見たら、うん、青森県のある神社で御神体が盗まれたっていうニュースが誰だよ。でそれなんか見てると、うん、なんか家にあるやつとめっちゃ似てるんですよ、でみんな家族が考えたのは、もう仕事とかもついてないような自分たちのお父さん、いつもどっかにフラフラ行っちゃうお父さんが、これ盗んだんじゃないか、ほう、怪しいよなちょっとな、怪しいで盗んだんじゃないかって話になって、その神社の人もお祭りまでに返してくれたら警察には言いませんってニュースの中で言ってる。なるほどね、じゃあもう返しに行こうぜって、早くみんなで返しに行くっていうお話なんですよ。結構なんかちょっとロードムービーっぽいというか、解散するって決まってる家族が、そう一丸となってご神体をみんなで行くんだ、それ、みんなで行くの仲いいじゃんでもそこにはもうなんか行かないといけない理由というかあるんだ、もあるし、じゃあその本当にお父さんが盗んだものなのかとかっていう、まあちゃんと朝倉先生っぽい謎がちゃんと散りばめられてて、ちゃんと伏線も回収されながらどんどん進んでいくんで、やっぱね読んでいくとね楽しいですよ。絶対面白いじゃん。書いたらもう6人の卒業大学生著者にまた騙されるってそう、なんかねこれはでもあーそういうことって結構ラストの方でなる、やっぱこれもなんか映像化しちゃいそう、できそう、すごい。ずっと車の中でよかったりしない結構車にいたりするんですよ。そう、なんかでも車の中に乗るまでも結構起きるし、事件が車乗ってても事件起きるし、みたいな感じで映像化しやすそうだ。そう、ま、結構ドタバタな感じで面白いです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、これいこう、やったー、はい、ユリーカ、2024年5月号特集、竹本野原、すごい、おめでとう、しちゃった、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんありがとうございます、はい、以上です、はい、ありがとうございましたもうだってさ、語ることあるかって話ですよ。え、その表紙の方が野原、これ野原ちゃんです。うわ、野原ちゃん初めて見た、でしょ、みんなお顔を、まあ、ご存じない方も多いと思うんで、あのご覧ください、野原ちゃんです。これが絵になるね。そう、なんかあかりはね、まあ、高校生の頃から野原ちゃんファンを自称してもう10年以上経ってるわけじゃないですか、今急に野原ちゃんブームがまた来た感じがして、どうしたに一瞬回って、だってまあその映画も公開されてるわけじゃないですか、ハピネスが、でこうやってまあユリイカで特集もされて、他に本も出てみたいな、今ちょっとなんか急な野原ちゃん祭りで、もうちょっとファンとしてはそわそわしちゃってる、焦っちゃってんの、そう、どうしようと、どうしようどうしようってなりながら読んだ。
めっちゃ面白かった。やっぱさ、ユリイカってさ、活字中毒には楽しい雑誌じゃないですか、うん、文字がいっぱい入ってるから、ね、でもそれのほとんどがだって野原ちゃんに関しての文章なんだよ。野原ちゃんの写真ももちろん今回撮り下ろしの写真も載ってるんですけど、うん、それ以外にその野原ちゃんへの、まあ、インタビューも載ってるし、新作の短編も載ってるし、うん、あとはその野原ちゃんのことが好きな人たちによるこうエッセイみたいなの載ってたりとか、うん、野原ちゃんの作品を書評してる文章、まあだから評論が載ってたりとかして、うん、あとその野原ちゃんが自分がなんか生まれてからの今までの年表みたいなの書いてたりとか、めっちゃ面白いんですよ。ファンブックやもん。いや本当ファンブック、ね、もうどうしたらいいかちょっと分かんない、うん、だからあかり本当になんかユリイカで野原ちゃんが特集される時代が来るだなんて、うん、本当に思ってなんかようやく時代が追いついた、ね、ずっと好きやもんねそうずっと好き、あかりは一役買ってんのそのブーム、全く全く、そうですね、私はただファンなんで、はい、そこ結構真面目に、そこも真面目、私はそこはもうちゃんとファンなんで、うちただのファンなんで、はい、ここ硬いのよこれが、ええ、そんなもうただ好きっていうことをお伝えしてるだけ、うん、なるほど、それでもう十分です、もう何も望みません、はい、はい、かしこまりました、はい、ありがとうございます、ユリイカさん特集ありがとうございますはい、ということで、はい、どうぞ。じゃあ、うん、ちょっとなこれ話題のやつじゃない、あ、話題のやつ見つけちゃいました。どうしたのこれ、今めっちゃ売れてるらしいですよこの本、なぜ働いていると本が読めなくなるのか、うん、ということで新書ですね、珍しいよこれ、そう、あまり読まないタイプです普段はね、読まない、うん、けどさ、なんかめっちゃ話題じゃないですか、めっちゃ話題、まあ、確かに、うん、まあ、我々もね、あのこう仕事の日のさ、うん、読書家の一日みたいなやつとかも動画に上げたりもしてますけど、うん、一般的に例えば企業とかに勤めてお仕事をされてる方って、うん、確かにきっと本が読めなくなるんだろうなというふうに思うんですよ、はい、この中でもそれ言ってるんです、まあ、本好きはお仕事始めると本読めなくなるけど、うん、例えばこれが本好きだけじゃなくて、うん、音楽好きな人が好きなアーティストの新譜を追えなくなっちゃうとか、はいはいはい、まあ、漫画が読めなくなっちゃうとか、どんな趣味にもきっと当てはまるものじゃないですか、はい、だからその理由を結構追求していくっていうタイプの新書だったんですよ、うんうん、その中で、まあ、そもそも日本人はなんで本を読むようになったのかっていうところのお話とか、うん、日本人が労働するようになってからの時代背景とともに書いてくれてるから結構読みやすくて面白くて、うん、であとあのほらよくさ言うじゃないですか、若い人って本読まないみたいな、うんうん、でもあれってもう何十年も前から言われてることなんですね、だから江戸時代から言われてるかもしれない、うん、なんかもうほんと40年前ぐらいとかにはもう言われてたみたいな、うんうん、だから今の人たちって全員若者本読まないって言われてた時代の人たちなわけじゃないですか、はい、そんな中で、まあ、こうどうやって時間を捻出するのかとか、なんで読めないのかって、まあ、でも理由が分かるとじゃあこうしたら読めるのかもなって思えたりもするじゃないですか、そうですね、うん、そこを、まあ、みんなやっぱ気になってるからこそ売れてる本なのかなっていう風にすごく思いました、うん、なんかね、皮肉ですよ ね、この本が売れるっていうの、そう、だからこれは、まあ、だからどうにかしてみんな読もうとするんだろうね、そうなんだ本が読めなくなる理由の本が売れるっていうね、うん、読んでるやん、そう、だからこれを必死に読むことでもっとちゃんと本が読める自分にきっとなりたいんでしょうね、皆さんね、うん、その思いがあるっていうこのチャンネルの潜在的な力を感じます、そうそうそう、確かに、はい、次新書出します、じゃあ、あ、たくみさんが、斉藤あかりはなぜ本があそこまで読めるのかになりますありそう、ありそうで怖い、はい、そんな労働してないからでしょ、これが大義語です、はい、なぜ働かないとあんなに本が読めるのか働いてますよね、働いてます、舞台がね、そう、企業に勤めてる方とかより全然ね、はい、時間が少ないんで、大義語で新書大義語ゲームで、はい、やります、新書大義語ゲームちょっと楽しそうはい、という感じの6冊目でした、はい、ありがとうございます、あと4冊だよ、じゃあ行こう、これあー、いいですか、ありがとうございます、一番分厚いの、はい、というかまだね、やっぱ来てます、野原ちゃんブーム、そうみたいだけど、はい、これすごい、これすごいでしょ、ピンク、もう全部ちょっと待って、ちょっと待って、一回話させて、え、待って待って、ピンク、待って、一回話させてって、タイトル言ってない、まだいいよ、はい、タイトル、ロリータファッション竹本のばらです、あら、はい、で今たくみさんがね、食いついたの何かって言ったらここですよ、見て、おお、はい、後ろから見せてすごいね、これタイプ、うん、で、しかも見て、ここリボン、うん、閉じられちゃった、そう、で、しかもこれね、わかるかな、全部レースになってる、レースだ、これ、うわ、ボコボコポコポコ、レース、すげえ、片押しみたいな、そう、で、しかも外すとね、何すんの、
めっちゃ可愛いチェックなの。ちょっと待って、これお洋服してんじゃん。もうほんとお洋服ですよ。本でそう、ね、なんか閉じ方もちょっと独特な閉じ方というか、うわ、ほんとだ。なんていうんですか、こうガパって開けられる、はい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 、閉じ方になってる。変わってるわこれ。めっちゃ可愛いの。もうこれだけでしばらく喋れる。文字斜めだし。こうね、タイトルがね。で、一応これ小説じゃなくて、うん、野原ちゃんがいろんなブランドについて書いたエッセイを一冊にまとめた本なんですよ。なるほど。そう、はいはい、国内外のブランド、うん、ビビアンウェストウッドについてとか、ルイ・ヴィトンについてとか、すごいね、そんな。そう、あとクリスチャン・ディオールについてとか、 あとはあのコム・デ・ギャルソンについてのお話とかもあるし、うん、キャンメイクについてのお話もある。キャンメイクについてキャンメイク、あのプチプラのコスメブランドについてのお話とか、結構幅広いんですよ。すごい。キャンドゥのキャン、うん、違う。キャンドゥのキャン。ごめんなさい、カットしてください。カットしてください。はい。できませんね、カット。ということで、まあ、いろんなブランドについて書いてある本なんですけど、うん、これを読むと多分国内外のブランドについて結構詳しくなれる一冊なんですよ。うん、すごい。そう、だからなんか正直ファッション誌、うん、というものを学びたいときにこれ読めば結構勉強になる、しなんかデザイナーさんたちも評価するぐらいちゃんとファッションについてまとまってる一冊なんですよ。マジですごいと思うこれ。それハイブラはもちろんだし、いわゆるこうロリータのブランドについてのお話とかもいっぱい入ってるので、うんうん、すごい面白い。お洋服好きは読んだ方がいい。で、帯にはロリータ永遠のバイブルって書いてある。あ、そうかもね。そう、ミイラと背負ったフリルの数が違うんだよ。かっこいい。言いたい。言えるよ、あかりんも。いやでも私そんなにフリル好きだけど、かぶってるよ。そんなロリータの皆さんとかよりは全然お背負えてないよ。枚数で競ってるあれ。そうそう、フリルの数で競ってる。数で競ってるあれ。すごいな。そう、なんかちょっとね、まだそこまでには到達できてないんですけど、お洋服に関してね、お勉強したい方はぜひという一冊でした。はい、ありがとうございます。でもこれは本当もう電子じゃダメだよね、この質感とかは。まあね、うん、本当ね。はい、どうぞ。じゃあこちら、こちら、はい、池澤春菜さんの私は孤独な星のようにという小説をお持ちしました。う、そう、めっちゃおしゃれでしょこれ。黒いかと思ったら違う、キノコ。うわ、全部キノコ。そうなんですけど、これね、カバーがちょっとちっちゃいの、わかりますかね。中の本体の方が結構チラ見えしてて、この部分が。そう、だからちょっとこう帯みたいな感じで中がちょっと見えてるっていう。本当だ。おしゃれなデザインが。変わってるわ。そう。で、これはその池澤春菜さんって声優でやられてて、うん、歌手もやられてて、はい、SS ともやられてて、うん、そこからお父様がその作家の池澤夏樹さんで、はい、しかもそのもう SF にそもそも造形がめちゃくちゃ深い方なんですよ、うん、だから第20代日本 SF 作家クラブの会長を務められた方が一応初めて小説家さんとしてデビューされた一冊なんですよ。全部で7編入ってるんですけど、がっつり結構 SF なんですね、うん、でこのなんか、まあ、表題作も良かったんだけど、あかりはちょっとこの一番最初に入ってる糸は赤い糸は白いっていう短編についてお話をしたい、はい、これね、うん、キノコの菌類を脳に埋め込むことが常識になった世界のすごいスタート、はい、お話。そういうあのキノコの菌があるじゃないですか。それを脳に埋め込むことによって、はい、その菌が埋まってるもの同士が言葉じゃなくても通じやすくなった、うん、感情とかが、ね、通じやすくなれる世界の、はい、女の子同士の青春のお話が入ってるんですよ、一番最初。青春なの。まあ、青春って今言いましたけど、その女の子同士で、うん、まあ、友情以上だし、はい、多分読む人が読んだらこれを恋愛で捉える人もいっぱいいると思う、うん、その彼女たちの間だけのすごく大事な関係性を同じキノコの菌を入れたらよりつながりやすくなるんですよ。うん、なるほど。だからそのお友達同士でもすごい仲がいいから同じ菌入れようねみたいな。ああ、そんなことがあんのね。そう、同じ菌入れようね。入れようね。でも仲良くね。そうそう、同じキノコにしようねみたいな、うん、でもそれが本当に彼女たちにとって正しいことなのかとか、その通じ合っちゃうから、なんていうのかな、こう運命の相手を選べるわけですよ、うん、もはや
梅の赤い糸の相手を決めやすくなるみたいな、うん、だから同じキノコ入れようねっていうことは、うん、それだけ深いつながりになれるってことなんですよ、うん、なんかただのこうピュアゆえのちょっと残酷さな話が、うん、とても良くて、うん、少女小説にちょっとこう地獄が入って地獄の香りがちょっと風味が入ってますみたいな、なんていうのかな、 SF ってほら文体がね硬くて読みづらいやつとかもあると思うんですけど、うん、これはめっちゃ読みやすい、なんか読みやすそう。そうだからなんかこれからもっとその池田さんのお話を読みたいなって思ったから、うんうん、いっぱい本書いてほしい一ファンとしてメッセージなのでぜひ気になった方は読んでみてください、はい、ありがとうございます。いい SF マジで、うん、これはい千早茜さんのグリフィスのキスです。千早さん、はい千早さん、茜の大好きな千早さんが、うん、短編をね久しぶりに書かれた、はい、でどういう短編かっていうと体に刻まれた傷がテーマになった短編が10作収録されてる短編集なんですよ、うんうんはい、だから全部主人公の人なり、まあ、その物語の真ん中で描かれるのは傷だったり傷跡の話なんですね、うんうん、で読んでみて思うのが、うん、人って誰しも何かしらの傷跡を持ってるわけじゃないですか。例えばその、まあ、物理的に、うん、ちっちゃい時にそうそうそう、ね、転んだ傷とかが未だに残ってますとかって結構あったりするじゃないですか、うん、なんかあかりもここにずっと傷が残ってて、ちっちゃい頃に何かで怪我したのがかさぶたが早く剥がれちゃったからずっとちょっとなんそれぐらいでいいの。そうそう、もうそのぐらいでも、うん、俺もあるよ。あります？膝のここにね、うん、原付で倒れた時の傷が痛い。よかったね、それだけですね。よかった、何事もなくて、はい、でもまあそういうちっちゃい傷もそうだし、うん、なんかその傷とともに心にまで傷を負っちゃうってこともいろいろあるじゃないですか、うんうん、まあそうやって人それぞれどんなに大きいものからちっちゃいものまで人って多分いろんな傷を持ってると思うんですよ、うん、でその傷跡の部分ってちょっとこう皮膚が違った状態で残るじゃないですか、うん、ちょっとなんかこう、うん、薄い感じというか、はい、うん、なんかそんな風に多分傷が実際皮膚に残るように人間の記憶の中にも、うん、その時の思い出とかってずっと残り続けるものだと思うんですよ、うん、でそれは、具体的に体に現れてない例えば人に傷つけられたとかっていう傷も同じようにずっと残り続けるものだと思うんですね、うんうんはい、でもそれを例えば乗り越えて強く生きていきましょうとかそういうわけではなくて、うん、傷が傷として残って、うん、でそれと向き合っていく人々のお話。千早さんっぽさはそう、うん、なんかそのシンプルにただプラスにそこから生きていこうってするのではなくて、うん、自分の過去だったり、うん、まあ、あとはその傷を持ってる人のことだったりを静かに見つめて、うん、でもそれで共に生きていくみたいな、うん、ところがやっぱ千早さんらしくて私はとっても好きでした。あとこれ主人公の名前が全部出てこないんですよ、その10編とも。それはこのもしかしたらこの主人公が自分とこう近しいところにあるかもしれないみたいな、そういう投影しやすい形になんか千早さんがわざとしてるらしくて、だから今回そういう主人公の名前がないっていう形で物語が描かれてるのがすごい面白いなっていうふうに思いました。しかもこれの中に10編入ってるんで、ね、結構一個一個短くて読みやすいです、うん、はい、おすすめでした。はい、いや今日も良かったですね。まだあるよ、はい、ありがとうございます。ほらほらほら、はい、どん最後の一冊。というわけで今回は音すげー。動画面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。はい、ということで、はい、最後の一冊をご紹介したいと思います、はい、これよ、見たことあるよ、これ見たことあるね。ブックセンター阿佐ヶ谷店さんでご購入させていただきました。スターウォーズマンダロリアンシーズン1公式アートブック、見たことあるね。いやマジで面白かったよこれ。じゃあ、 あのね、本を買う企画で、はい、限られたね、うん、金額で買う企画なんですけども、うん、選んじゃった。そう、いけっかなって思って、まあ、スターウォーズという有名な、うん、誰もがご存知の映画があるじゃないですか、はい、うん、はい、じゃあそこから派生した、うん、マンダロリアンっていうドラマのシリーズがあるんですよ、うんうん、それのシーズン1のドラマのクリエイターの人たちがこういうイメージですとかってこういろんなイラストを描いてて、それが一冊にまとまった本なんですよ、うん、のこのマンドーっていう、まあ、男で顔を絶対出さない戦士なんですよ彼は、うん、で彼が仕事の一環としてなんかこいつをちょっと捕らえてくれみたいなその依頼を受けまして、で捕まえるんだけど、めっちゃもう可愛いじゃんこの、可愛い、この子と出会ってこの子をこの子の種族のところに送り返してあげようってするみたいな、うん、
子連れ狼みたいな話なんですよ、うんうん、で、あかりはあの本当にスターウォーズを全く知らないのね。すごい本編をね、本当にマジで本編見たことない、うん、そんな見方があるなんてないんだけど、うん、このマンダロリアンなんか面白いよって話を聞いて見てみたらめちゃくちゃ面白くて、うん、マンダロリアンめっちゃ好きなの、うんうん、そこが好きなの、ね、そこが好き、かわいいの、ザチャイルドのかわいいよ。じゃあこれもう赤ちゃんだからもうなんかプルプルしてんだよ、こうやってプルプルプルっつってなんか力とかフォース使えるから。もう使えるんだ。そう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 、怖いね。そうそうそう、でも50歳ぐらいなんだけどこの種族の中ではもう全然赤ちゃんだから何も分かってないみたいな、はい、だからこれだけで楽しめる、うん、それを明かりが証明してる、うん、ただスターウォーズを見てたらきっともっと面白いんだろうなっていうところがすごくいっぱいある、うん、あるんだね、要素がいっぱい、それはいっぱいあるから、うん、いずれちゃんとお勉強しようって思って、はい、で、まあ、で中はどうなってるんですか。でそのなんかいろんな、まあ、デザインとか、うん、こういうシーンをこうやって描きたいよねっていうのをいろんなイラストで描いてたわけですよ、そのスタッフチームが、うん、それがめっちゃもう見開きとかで載ってたりとか、うん、マンドーたちが乗ってる宇宙船みたいな船のデザインとか、うん、あと武器のデザインとかがめっちゃ細かく描いてんの。あとその敵のキャラクターのデザインとか、あ全部あるんだよね。すごいよ。なんかもうこれだけ読んでても多分面白いんですよ。面白い。そう、そのためにもこれあの買わせてもらってよかった。あ、よかったですね、うん、よかった、喜んでくれて。いや本当に、うん、マジでかっこいいしね、マジでね、ザ・チャイルドね、買いたい。買うの可愛くないだって50歳よ。50歳はいよ。プルプルしてんだこれで、なんかカエルとか、うん、あってあってしてんだ。どこ聞いとって可愛いって。いや本当に本当にマジで、あもうこれ分かんない人マジでそれだけ見てほしい。そのシーン見たら可愛いと思うよ、うん、そう、ぜひ見てみてください、はい、めっちゃ可愛いんで。本ため、よし、ということで今回のあかりんの最近読んだ10冊はこんな感じのね、バラエティ豊かな面々でお送りいたしました、はい、うん、はい、この動画が面白いと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。あと、公式の X と TikTok もありますんでフォローよろしくお願いします、はい、します。あと今日紹介した本は概要欄の方にリンク貼ってありますのでぜひそちらからポチッとしてみてください、はい、お願いします。ということで次回またお会いしましょう。バイバイ。この10冊の背表紙を見るとあかりんが最近わかると言われていますが、言われていますが、たくみさんどうですか今のあかりんは。ちょっと調子いい確かに、うん、あ、なるほど、信憑性があるね。シェイクスピアでリア王を読む、やっぱ心の余裕が今ある。確かにそういうのあるね。そうかもしれない、うん、じゃないと無理かもね。そう、うん、新書読んじゃったり、確かに余裕がある。確かに。そういう、ただでもなんかテンション高いかもずっと今、うん、ハイになってるちょっと大丈夫かな大丈夫いいよ、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。